RMH ラジオ豆彦。お聞きの放送はラジオ豆彦です。今のご時世でその高品質なものは、うん、まあ、うん、やっぱりどうしても値段が高くなっちゃうと思うんですけど、ね、最初からね、もう29年前に独立した時から、はい、業務用の大手のコーヒー屋さんとよりもワンランクもね、ブラジルでもコロンビアでも粒の大粒のね、いいランクの豆を仕入れて買わないと、ね、同じ品質だったらさ、何も菊池から買うことないのさ。みんな従来のね、安定したところから豆買えばいいわけでしょ。だから高品質のものを低売価で売るということによって、値段も安いし、いいもの、製品もいいし、あの人の人間性もまあまあだからということで、まあ、うちからコーヒーをまあ買ってくれるということだから、最初からあのゼロのところから あるところにこう食い込んでいくわけだから、食い込んでいくより時に、よそよりも劣るものでさ、食い込むなんてできないでしょ。だから最初のスタートから結局あの上に書いてあるあれがモットーで、それで、まあ、あの人ならこう言ってたら本当にその通りそのものをやってくれるだろうという前提でそういう風にしてくれてるから、うん、他の大きいところで やってるよりも質が良くて、でそういうところよりも低価格じゃないと、うん、その新規では認めてもらえない、うん、私、うん、買ってもらえないの、うんうんうん、ね、それをやっぱりあのよそにね、無理で断ってでも、うんうん、あの人から取りたいというものを作らなきゃならない。そのために、うん、もうだん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 言葉では隠れてるけども、うん、この店のコーヒーは、うん、まあ、このオリジナルとかこのぐらいのコーヒーはね、うん、1回で焙煎してね、うん、全部作ってるけども、うん、普通のモカロとか、うん、ね、キリマンだとか、はい、ね、あのコロンビア、モカ、キリマン、マンデリン、トラジャ、こういうもののね、豆のあるいは単品はね、全部ダブル焙煎してるんだから、ちょっといい豆は、いや、うん、いい豆というか、そのいい豆というよりも焼きの浅い豆、今だからここで言うとオリジナルだとかヨーロピアンなんかは1回で釜で焼いてね、回して終わるんだけども、それ以外の、まあ、多分 今もそうだと思うけど、ロイヤルだとか、まあ、スペシャルマイルだとか、ああいうとこにあるのはでもブレンドされた商品だから、その元になってる豆は全部あのダブル焙煎してるんだ。でダブル焙煎っていうのはどういうことかというと、この一粒の豆がこれだけの粒の豆があったら釜の中に入れて、それで焙煎していくと、豆の表面がこう色ついて、もういい頃だなと思って揚げようと思っても、コロンビアなんかはまだ中に水分があって豆が弾き切らないでこんなになってる、シワがなってるわけ、はいはいはい、このシワがこう伸びてパカッと割れていうところまでやるためには、こっちが黒くなっちゃうわけだ、豆がね。それで一度豆の中の水分を抜く、ある1回目は豆を乾燥させる意味合いで1回10分ぐらい釜の中に入れて豆の水分を乾燥させるための作業をする。それが1回目の1回目釜でね、うん、それでそれをさらに本格的に完全に冷やした状態にしてもう1回焙煎すると、キリマンにしてもコロンビアにしても全部豆がきれいに弾いてシワが伸びて、うん、素晴らしくポッと割れ目のねついてあれになるわけだ。これがこれをするっていうことは、はい、手間がね、はい、倍かかってるし、うん、目方は水分減るから、はいはいはい、毎日毎日それやってたらもう 5% やそこら豆の水分だけでもなくなる分だけでも、うんうんうん、豆が多くいるわけさ、うんうん、同じ1キロだったら1キロの中に豆の粒が数えたら、うんうん、それだけ多く入れないと、うん、そのダメなわけだ、うん、それでもやっぱり店を開店して間もないですから、うん、やっぱりあのそれをね、
やり続けて今日になってる。ダブル焙煎することによって豆の水分がよく取れて、それでその何ですか、渋みえぐみが比較的少ないままのコーヒーが菊池のコーヒーなのさ。だから飲んでも人によっては飲みやすさもあるし、それから胃にもたれないという部分もあるのさ。それは今言ったダブル焙煎のことによってそういう問題が起きるわけ、そういうのを一番最初の改定の時から、もう変わらず、最初からスタートして、やってるんだよね、確かに口当たりがすごい滑らかというか、そうなの、癖がなくて、でその滑らかの要因の一つに、一つには、一つは今言ったようなダブル焙煎のこともあるし、でもう一つは、焙煎して、品種が、その半月も一月も経ってるような豆が一品たりともないのさ。例えば今社長のとこに注文来て送るって言ったって、ね、昨日もしくはね、一昨日か昨日か、日によっては今日の昼間焼いたやつを間に合わないかってすぐ取りに来て行って持ってきて、それを送ってるから1日置いて着いたとしても焙煎からしてからまあ4日だとか5日しか経ってないと。だからもう焙煎してからよそのものと比べるとまあ大雑把に言うと一月はそこら違う。だからその分だけコーヒーの豆が酸化がしてないから、だからなおその香りもいいし、だから口に残らない癖のないコーヒーが出るという、だからダブル焙煎はしてるし、それで酸化を防ぐために焙煎して日の新しいものが出てくからね、そのがやっぱり今よそと比べた時のまあ菊池コーヒーの特徴というか強みですよね。強みだ、逆に大きいところって例えばそのブルマンにしても、まあ、他ブルマンにしても何にしてもコロンビアとか、基本ダブル焙煎ってやってないんですか？やってないさ。だってダブル焙煎なんかしたらね、よく極端に言うから本当に倍かかるんだから時間、冷やさなきゃならないし、手間も時間もかかる、手間も時間もかかるし、原価も上がるし、売値も要は上がるんですよ。そんなことはそれで卸屋さんなんかはもうダブル焙煎してるからうちのコーヒーは予想よりも 5% 高いんだって言ったら相手認めないから、だから要するにそういうことっていうのはこっちが努力してやってることだから、だからよそのコーヒー屋は焙煎工場を3カ所あったところで1カ所にまとめてより効率効率と言って効率を測ってる時に早く多く、それは反対を言ってるわけだから、だからもうそんなあの大手のコーヒー屋さんなんかは真似なんかできないんだ、そういうのの積み重ねだからね、なんせ日本今日現在なんかも特にね、日本中ねどっこのコーヒー屋さんもね大変な時代に入ってるから、ということは日本中喫茶店が減ってってるから、あ、そうなんですね、だからだんだん儲かるね、今まで100売れてるものが95なり、次の年には翌年には90なり、3年前から比べたら85なりって 5% ずつ落ちてってもね、そういう、まあ、状況下だからな、だからそういう点ではやっぱりまあ、手間暇かけてこうやっていっても、まあ、それだけの、まあ、価値というのかね、そんだけ実際手間暇かけてても月に2.5 トンから3トンを全国の喫茶店に卸してる、届けてるってことですよね、そうそう、まあ全国っていっても、実際は、まあ、北海道が主力で、まあ東京は、まあ、社長のところと、もう一軒のあそこと、くるみとコーヒー、くるみさん、ああそうなんですね、くるみとコーヒーにも、のコーヒーもこちらなんですね、ああそうなんですね、いやでも社長のお力添えで入れさせてもらってる。くるみとコーヒーで飲むコーヒーと、あ、これ社長さんに聞くことじゃないかもしれないですけど、僕くるみとコーヒーも結構好きでよく行くんですけど、
くるみのコーヒーで飲むコーヒーと豆彦のコーヒーでまた全然違うと思うんですけど、それはなんでなんでしょうかね。いや、それはやっぱり落とし方が違うからだ。水出しコーヒーとか、うんうん、片方水出しで落とすでしょ。くるみのコーヒーは、うん、片方お湯で落とすでしょ、はい、でお湯で落とすコーヒーと水で落とすコーヒーの違いが、はい、まあ、皆さんが飲んで違うという感じるところで、はい、うん、豆は一緒でも味はもう全然、うんね、うん、それは例えばあなたがお店から 100g でも豆買って、はい、ご自分 で、 そうですよ、ね、お湯で落としたコーヒーと、まあ、水でね、はいはいはい、24時間でも置いて、うん、それでこ後でこして、はい、それを飲んでみたら分かるけども、ね、うん、まあ、あの、どっちかというと水出しのコーヒーの方が、はい、あの酸味が出にくい、コーヒーだと思います、はい、うん、ということは酸味が出にくいということは、はい、味覚としては、まあ、どっちかというと苦味が口に感じるので、うん、まあ、あなた方のように若い人にとっては濃くて、うん、この深みがあって、はい、っていう感じるんじゃないかと、うん、だから何杯何、うん、たくさんは飲める感じではないですよね、うん、それ苦味とか癖があると、うん、でね、はい、どっちかというと、はい、水出しのコーヒーの方がはい、コーヒーの粒子っていうかエキスは、はい、あの水出しの方が強く出てるんです。あ、水出しの方がですか。出てる。あ、ですから同じお湯で作った、うん、お湯で落としたコーヒーと水で落としたコーヒーを、はい、同じカップに同じ分量をこう入れて、はい、同じ砂糖の量を入れて飲んでみたら分かるけども、はい、水出しのコーヒーの方が砂糖効きが悪い。砂糖効きが悪い。砂糖の甘みが感じないっていうか、それだけあの、ね、苦味とか、うん、そのエキスが、コーヒーのエキスが十分出てる。出てる、うんうん、だけど水で落としてるコーヒーの方が渋みだとか、うん、あのえぐみだとか、うん、そういうものもないし、極端に言い換えすればコーヒーをいじめないで落としてるのが水出しなのさ。コーヒーをいじめないで落としてる、うんうん、やっぱりあのお湯で落とすコーヒーっていうのは、はい、熱いお湯で瞬間的に落としてるから、はい、ね、一つの一杯のコーヒーも3分も4分かかってないわけだから、片方はもう10時間も12時間もかけて落としてるわけだから、それでいてその飲むとなったら瞬間的にあの熱いお湯で落としたコーヒーの場合はその香りがもうそっちから入った時に匂いがするってことは香りが外に逃げてるってことだから、コーヒーから出てる香りがね、それだけお湯で落としたコーヒーの方がいじめてることだ。コーヒー豆をっていうか、そうそう、うん、それを水出しのやつはずっと染みていきながら養分を出てってるから、はい、実際はあの透明度だとかいろんなのが水出しやったやつの方があるんだけども、はい、だからそんなに濃く感じないんだけども、うん、今言ったように砂糖を入れた時に砂糖効きは、うん、あのお湯で落としたコーヒーよりもあの、うん、砂糖効きが悪いよということなんです、うんうんうん、だから若い世代の人は飲みやすいけども、あのうんと年配層にとってはちょっとお湯で割ってくれみたいな感じのコーヒーになるのが水出しのコーヒーな、うん、だからそんな飲んでないし、だけども私 の、 あの経験から言うあの一般論ので言うと、まあ、その時にも粉とお湯の量だとかなんかもありますからね、水の量とかあるからあれだけども、一般的には水出しのコーヒー作って時間かけて作ったコーヒーの方がコーヒーのエキスとしては十分出てる、出てる分だけ砂糖効きが悪い、うん、だから年代層の高い人にとっては砂糖効きが悪いからその分だけ胃に負担になる、胃に負担になる、うん、重みがあって、だからお湯で落とこのお湯で落としたコーヒーだったら2杯続けて飲めるけども、水出しのコーヒーなら2杯続けて飲もうと思ったら若い人はぐいぐい飲めるけど も、 もうこのぐらいになるとちょっとね飲みにくいとかそういうのはある、うん、だけどこうやって見た透明度はお湯で作ったコーヒーよりもちょっと透明感があって、っていうコーヒーなんです。水出しです、うん、でも時間もかかるんですよね、うん、その出すまでに、うん、僕も美味しいからって、まあ、くるみのコーヒーで
しかも、12時ぐらいまで、モーニングタイムは、なんかおかわり自由なんですよ。それで、美味しいかって、ガバガバ3、4杯飲んじゃうと、後でちょっと、もたれるんですよね。それはだから、エキスが実際は強いの。うん。そんだけ出てるってことですね。出てる。うん。それはだから、若いから、それがまだ、あれだと。もう、このぐらいの年になると、もう一杯で。うん。2杯3杯飲んでやろうと思ったって手がなかなかいかないんですよ、胃がもたれる感じがするんですよ、味は美味しいけれど、味が美味しいっていうのは飲みやすいから、その癖がないから、謎が解けました謎が解けました。だからコーヒーのことなら何なりと、だから本当にコーヒーっていうのはね、美味しいっていうのはね、ここ出してるでしょ、はい、これも出すよ、はい、で夏だったらさ、はい、もう暑いから喉乾いてるから、はい、コーヒー来る前に飲んじゃうけども、はい、北海道あたりみたいなそんなね、はい、そのあれでない場合は、はい、この減り方とこっちの減り方見てたら、はい、その人にとってこのコーヒーを美味しく飲んだかどうかっていうのが分かる、うんうんうん、ね、これがね、口に残ってうまくないコーヒー、その人にとってだよ、はいはいはい、口が苦味が強すぎるとか、はいはいはい、酸味渋みが強すぎるとか、うんうんうん、コーヒーが濃すぎるとか言ったら、うん、これ一口飲んだら、うん、こっちまた手いくわけだ、うん、水を飲んでちょっと口直しみたいなね、うんうん、そうすると、はい、それを交互にやればいいけども、うん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 、渋みが強くて濃くて渋いってなったらこれまたもう一回2回飲む、うん、だからこっち2回こっち1回ってなったら、はいはい、これが先になくなって、うん、こっちが残ると。なるほど、ね、だから水の方を多く飲んじゃって、ね、うんうん、だからそれはもう自然の流れの中で、うん、これがお客さんにコーヒーを出し終わったら、はい、もう一回これを入れておいて、うん、さりげなく黙って見てたらそのお客さんがそのコーヒーを美味しく飲んだかどうかを分かる、分かるんだ、水の減り具合で、うん、すごいですね。でも美味しく飲めてるから、うん、お父さんも僕も水ほとんど飲んでるんですよ、うん、そういうもんなんです。そういうところで見分けられるんですね、うん、そういうのをお客さんにとっていい美味しいコーヒー、飲みやすいコーヒー出してるかっていうことも見分けるためにもやっぱり朝7時からお店に立ってるっていう、うん、いや、それはね、はい、まあ、最初から、はい、結果論でそうなってるけども、はい、最初は人も使えないし、はい、ね、人件費も払えないから、はいはい、自分自らが朝から晩まで、ね、はい、朝カウンター入って日中、はい、札幌市内の配達もして、はい、夕方豆も焼いて、ね、で豆焼き終わったら翌日の荷造りもして、はい、それで帰るわけだから、はい、だから朝、ね、6時くらいから夜の9時くらい、ね、9時10時まで毎日働くわけだから、それで日曜日も札幌市内のお客さんのところセールスに行くわけだから、売り込め、うん、最初の頃はね、はい、うん、まあ、今でこそもうそういうのはなくなったけれども、いやいや、もう今そのことは死んでしまった。今はご飯食べた後昼寝つきでちょうど、ね、いい昼寝しながら働いて、まあ、ちょうど良くて、でだんだんもう、ね、一日の中で何か少しでも、まあ、みんなのためにプラスになればいいと。だからゴミ拾いでもみんなのためになってるし、ね、うんうん、ね、窓拭きもみんなのためになってるし、うんうんうん、ね、お客さんが入るためにはそうしなきゃならないし、うんうんうん、だからこういう換気扇だとか、うん、ね、窓ガラだとか、アイドルの換気だとかっていうのは必ずこの店でもう一月には必ずどっかこっかは一回は必ずいっぺんに全部ね、やったら大変だから、うんうん、だから今日は窓ガラスと換気扇やるとか、ね、次の2週目にはここワックスかけるとか、これワックスでも俺かけるんだから、一月に1回ぐらいは、うん、ね、でこれワックスもね、2週間ぐらい前にかけた、ツヤツヤですもんね、うん、確かに、うん、これやると言ったって洗剤で拭いた後、ね、水雑巾で膝床についてやるんだから、で全部やった後、この椅子をこっち半分やって、それで
ワックスかけて、うん、で乾いたらこっち移動して、はいはい、あともう半分だから半日かかる。社長自ら、うん、社長自ら出ないんだって。だからね、若いもう俺に焙煎していたってもう30キロも40キロもたれないから、むしろ工場の方はもう重たく、うん、重労働だから、うん、できないから息子さんに任せて、うん、こういうお店の、うん、そうそう影の影のね、うんうんうん、影のできることをすると、うん、いうことで、別に息子が俺がしたことをね床にで やってるとか、はいはい、そんなことも知らないかもしれないし、こういうあらさって全部畑でこの畑で落としてそれでやるんだよ。机とかちゃんとどけて、でもここあのここが本店ですよね、うん、29年前に、うんうん、確かになんか30年も経ってるお店だとなんかちょっとなんか埃っぽかったり、うん、なんかどっかくすんでたり、うん、でさっきも、ね、タバコは吸えるわけですもんね、うん、こっちタバコ吸えて、はいはいはい、こっちがタバコ吸えないよ、うんうん、タバコ吸えるお店だとやっぱりなんかもうしかも時間も経ってるお店だと、うん、なんかもう全体的にセピアっぽいなんかいろんな壁とかそういうところが、これもね、この壁とかっていうのは取り、ね、お金だけ出せば取り替えるからだけども、これ照明の配線の電気の配線だとかさ、こういうのはね、もう30年目そのままだから。あ、そうですか。こういう配線の中はもうね、もともと白かったものがね、ああいうふうに変わっちゃってる、変わっちゃってね、でもなんかそんななんかタバコのヤニっぽさもそんなないですし、なんか黄ばみみたいなのもないですし、そうだ、少しずつはそういうのにね、まあ、意識して、はいはい、うん、やっぱりあの家庭の中がみんなね、まあ、綺麗になってるから、家庭の中の文化よりもやっぱり店側はやっぱりそれでいて貧弱な店なんだけども、こっちで飲んだコーヒーの方が家庭で飲むコーヒーよりも美味しい、美味しいって言われるコーヒーにしないとならないからね、うん、なんか外で飲む意味がないですよね、うん、コーヒーカップ一つにしたって、うんうん、まあ家庭のね、はい、このカップの方が高級なカップでコーヒー飲んでるわけだから、うん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 、ね、それでもお金払ってちゃんとここからね、うんうん、していくっていうにはやっぱり、こういうねお金にかけないで、うんうん、ね、これでたらここに蜘蛛の巣張ってますねここにどうって言ったらお客さんに逃げてしまうでしょ。そんなところで飲みたくないですよね、うんうん、だからそういうのを、ね、これから店行ったら、ね、働くにしてもやっぱりお客さんが朝来ようが、ね、それから昼間来ようが夜来ようが同じだけの同じ料金でお金を取ってるんだから、うん、同じサービスをきちっとしなきゃならない、うんうんうん、ね、それが北海道だったらさ、うん、冬だったらさ、朝のお客さんが来たら寒いと、ね、寒いから同じ280円でやってます、ね、昼間来ても280円、夜来ても朝寒すぎて、ね、震えながらコーヒーなんか飲むんだからって言ったら、やっぱり店の経営者はたとえ朝であってもちゃんと早くストーブを起きてストーブをつけてで、うん、温めておいてからなきゃダメなの、はい、うん、それがやっぱりどの時間帯のお客さんにもまんべんのないきちんとした最低限のやっぱりサービスだから。素晴らしいですね、うん、7時オープンだからといって、うん、7時5分前10分前に来て、うん、お店温めても、うんうん、それだと朝来たお客さんと夜来たお客さんに、うん、あのサービスが均一じゃないと、うんうん、例えば、ね、7時開店する店が7時5分前に来てお湯を沸かしたんでは、お客さん7時開店だからって入ってきた、コーヒーって言ったらそこからね、お湯沸かしてねって言ったらそこからまた15分かかりましたと、随分この店遅いなと、こうなるでしょ。これ7時半に来たお客さんにはすぐコーヒーが出る。だからそうでなくて店7時って言った時には商品がもう、ね、出せる状態まで下準備のね、お湯を沸かす、お部屋には氷を入れる、そういう下準備の仕事は全部その前にしとかなきゃダメなの、うん、いつ来ても、うん、
そのどの時間帯に来たお客さんにでも同じサービスが、うんうん、同じレベルのサービスっていうんですか、うん、そうそうを提供できるようにってことですよね、うん、それがやっぱり仮にや、まあ、8時でも9時でも開店するって言ったら、はい、もうお客さんと一緒に入っていく用事はもうどうもならない、うん、お客さんが一生懸命新聞ね、こっち来て止めたりなんか手立ってる用事はダメなんだ、うんうんうん、いくら常連さんといえども、うんうん、顔なじみといえども、うん、それはダメだ、うんうん、それを勤勉にもうこの年になってもやっぱり続けなきゃダメだ。今いいお言葉いただきましたね、うん、勤勉ですね、うん、はい、まあ、当たり前のことなんだけども、はいはい、ね、あの飽きないというのはさ、ね、商売飽きたらダメなんだから、うんうんうん、飽きないでコツ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 、うんうんうん、やるのが飽きないだから、うんうんうん、ね、やってる側が飽き飽きしてたら、うん、そうですよね、うん、お客さんにいいサービス満足させらんないですもんね、うん、なんぼいい男でも、はい、あれだよ、朝顔回らないで日も剃らないで、はい、店行って、はい、あの俺の顔はいいんだって言ったってダメなんだよ、やっぱり、ね、ちゃんと日も剃って歯を磨いてちゃんとして、確かに、ね、それをその、はい、ワイシャツはさ、もうボタンも何もしないでさ、はいはい、あれだっていうのはダメなの、はい、うん、もうワイシャツからもう清潔感たっぷりですもんね、お父さん。いや顔悪い時はやっぱこんなとこでやっぱり、はい、ネクタイもピシッと締まってるし、うん、第一ボタンまで、はい、コンビニ行くにもこの、うん、あの一丁羅というかもうスーツで、ね、コンビニ行くのも顔みたいにね、うん素晴らしい、シワ一つないですもんね、うん、嬉しくね、うん、気持ちがね、もうその身だしなみにまで現れてますね。いやいや、あの、はい、そういうものでもないんだけども、はい、まあね、ずっと積み重ねの中にこれが人間性みたいになってしまってるからさ、うんうん、だからあの 100% 真似しなくても、うん、まあお年寄りがそういうことを言ってたなというのをちょっとでもどっかで思い出してね、それは原点はね、やっぱり商売としてはね、この今来たお客さんに 100% 満足してもらってまた来てほしいという気持ちがね、持てばおのずとそうなる、ね、お客に不快感を与えないで、ね、あの例えば280円とか300円のコーヒーでもその瞬間満足してもらってね、帰ってもらってまた次に来てほしいという気持ちが、例えば従業員であっても、ね、あのそういう気持ちを強く持つことによって、それには身だしなみもこうしなきゃならん、ね、ましてや、ね、酒飲んで二日酔いで 目の玉ね、あの金魚みたいな目の玉真っ赤にしてね、酒臭くね、そういうのはダメだ、だから必ずそのまた来てほしいというその気持ちを強く持ったら、やっぱり明日のことを考えたら、ね、遅刻もできないし、その寝すぎてしまうこともうまくないし、やっぱりそのためにはちっとも前の日から、やっぱりそれはそのために自分の高級日とか休みがあるんだから、そういう時に合わせて自分のプライベートのね、次の日面玉金魚になろう男子がいいけども、やっぱり明日の朝仕事だと思えば、うん、やっぱりそういう心構えがね、うん、それがやっぱり強く持っていても、人間ね、人に誘われて行ったらついつい断りきれなくて、次々やってるうちに、ね、自分自身もマンネリ化になってきてるしっていうようなことがあると、やっぱり今日ごめんねちょっとっていう場合もね、若い時にはないわけではない。社長にもそういう時があったんですか？いやいや、一番の原点は寝不足で朝までなっててもね、全然目覚ましがさ、自分ではセットしたつもりでも、セットしきれてなくて、目覚めたら、もう店開店する時間だとかいう時になって目覚める場合だって、29年もあればいい。そういう時もありました。ある。前の日飲んだくれちゃって。いやいや、飲んだくれてなくても、仕事疲れでお前もあるしさ。ああ、ですよね。そうなんだ。で、お客さんにも迷惑かかっちゃってだけ、お客さん外で待ってる。うん。そしたらもうそんなこと、次はできないですよね。ね。そういうもんなんだから、全部が全部ね、それがね、若い時はね、まだね、二日酔いであっても、その次の日、なんとか頑張れば、なんとか、無理は効くの。年取ってくるとね、睡眠もまとめて寝れたって寝られんし、ね、お昼食べなかったから、晩に昼の分もまとめて食おうと思ったって食べられないし、
年取れば年取るほど、はい、より規則正しい生活をしないとダメだ、うんうん、いや、うん、いい話ですね。いや、そうなんだよ、うんうん、本当そうですよね、うん、やっぱり30ぐらいですか、やっぱりその切り替わる、なんかどん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 、やっぱり一年一年、はい、あのやっぱり違ってくるさ、はい、もう今日現在だったら、うん、もう一年通しても、うん、まあ札幌市内でお酒なんか飲みに行くって言ったって、はい、家族でね、はい、あのご飯でもって娘あたりが来たりしてさ、はい、戻ってきたりして、はい、ご飯食べに行くって言ってもね、はい、私は平日だったらもう行かないもん、うん、まあ、家内と手で行けちゃう、次の日のお店があるから、うんうん、ということは、うん、やっぱり例えばそれが金曜日だとかすると、はいはい、女房と子供たちにすれば明日休みだからと思うでしょ、うん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 、ところが今度行ったら明日休みだからって言って10時も11時までも飲んで、うんうん、こっちに戻ってきたらこの辺は次の日9時もから出ればいいけども、うん、これはもう朝5時に起きて、ですよ、ね、うん、5時に起きて6時にはもう店に出て、うんうん、それで7時前にはお客さんにコーヒー出せるように、出せるように、うん、そしたらもう前の日そんな11時12時まで付き合って飲んでらんないって話ですよ、ね、うん、それがそのだけだんだんあの四角いガンバコが迎えに来るからだ、いやいや、ね、まだまだですよ、はい、うん、そういうもんなんだ、うん、だからだんだん年齢とともに、はい、その何時か規則正しく時刻の自己管理をより規則正しく、うん、厳しく、うん、しないと、うん、それができない。畑仕事っていうのもね、そのね、植えたあれが最初こうあの何センチ伸びたかってね、あの今日ね、あの地面からこんだけ伸びたとね、それでそしたら次の日その日の晩雨降ったと、翌日のお昼頃見たらこれが5センチになってたと言って、今日はあの5センチまで伸びてるよというのを社長に、社長の代わりにいるんだから、社長に報告しみたいなもんの、反対に報告する、うん、それが唯一のこっちにいる人の、うんうんうん、あの特権だから、千歳にいる、うん、千歳にいる人が、いや、ここはここ2、3日毎日雨降ってますと、はい、うん、だけど雨降ったけどもその次の日がカラッと晴れたんで、もう工事品が遠慮しないでボンボン伸びてると、うんうんうん、だから2日前と比べたらこんなに、ま、ね、当たった晩では違わないかもわからんけども、うんうん、2日も違って測ってみたら指でこうやってたって、うんうん、今まではこの指の中に収まってたけども、うん、この指からもこんなに出てると、うんうん、そういう報告で見たら、うん、ああそんな風になったのかとか、うんうん、でだんだんどんどんったらさ、もうあの工事品も、うん、その少しね、うん、もう実がなり始めたとか、うんうんうん、何一つ見てもさ、うんうん、やっぱり変化があるから、うんうんうん、その変化をね、うんうん、やっぱり楽しみながら、うんうんうん、それで仕事をすれば、うん、もっとね、はい、早くあるするためには、はい、やっぱりその掃除機のすぐ横に、はい、ね、ペンペングさんが入ってたら、はい、それを手でも抜くなり、はい、方でちょっと削るなりすれば、はいはい、やっぱりその陶器部に本当は栄養が行く部分を雑草が栄養を取ってしまえばやっぱりあれだから、はい、うん、だからまあ畑が大きいからそんな細かいこと言ってられないだろうけども、はい、やっぱりそれが、はい、ね、より一粒でも、はい、あの多く収穫するために同じ気候だったんだけども、前の土地から比べたら今年はあの小豆がだいぶ収穫が悪いなんてならないように、はい、気をつけます、はい、え、なんだ社長が聞いたらあの小豆だか草だかわからんほど、ね、草が生えてるなんてことに言われないように、はい、やっぱりしないと、はい、うん、それがやっぱりね、あの若い時だから、はい、なんだか夢中になって働いたと、はい、真っ黒くなって働いてさ、はい、汗かいてさ、はい、でそのそれがもうあの1年目の人生勉強だから、はい、何一つしてもね、うんうん、あの勉強だ、うん、陶器部なんかは草とか刈ろうと思ったら陶器部も切りやすいからすぐ切れるからね、あれ、
だから あんまり根っこのこうなってたら、はい、根っこのここのとこなんかを上手にやらないと、はい、このまま切ってしまうから気をつけて、はい、社長畑 やったことあるんですか。いや私もう十勝の農家の生まれだから。あ、そうなんですね、うん、へえ、うん、そっかそっか、そうなんだ。あ、うん、だからあの、はい、何もしなくても、はい、1日ぐらいだらっとしててもね、その陶器でも、うん、植えたものでも、うん、勝手に植えて入ってくれるけども、はい、やっぱりそこで可愛がって、はい、自分の畑だと思って、うんうんうん、可愛がって草を取っていけば、うんうん、やっぱり自然とその畑は綺麗になるし、はい、それがおろそかにすれば、はい、だんだん雑草の方がどん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 勝ってきて、はい、ね、でどっちがその陶器部の木だか、うんうん、雑草とかわからなくなるし、うんうん、そうならないように、うん、やっぱりあの任されたね、立場として愛着を持って、はい、仕事をすれば、はい、それには若さがあるんだから、はい、な真っ暗くなるまで働かんくたって、はいはい、太陽さん出たら表出て、はい、ね、うん、あれすればいいんだ。誰しもそんな若い人が、はい、ね、自分の趣味だとかなんかで人生生きれるもんでないから、ね、だから何したいんじゃないんですか、うん、一生懸命やってるうちに身についたら、うん、ね、例えば僕らはね、あのサラリーマン大学出て上島という会社のサラリーマンになったと、はいはい、じゃあよくラジオとかテレビに出された時には、はい、あの菊池さんはあのコーヒーが本当に好きで入られたんですか、うんうん、と、うんうんうん、でよく聞かれたんだけども、はいはい、コーヒーがこういう商売が好きだったんですかって、はい、いやそんなね、はい、入る瞬間はさ、はい、どこも使ってくれるとこなかったからさ、うん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 、ね、私の場合だよ、はい、そうやって、入ってさ入ったんだけども、はい、だけど入って仕事をしていくうちに、うん、だんだんそれが身についたら、うんうんうん、ね、それが向いてるだとか、うん、向いてないだとか、うん、こうあるわけだ、うんうん、だけどね本当にね絵描きが絵を描いたりする能力ないのに、はい、絵描きをせたとかさ、うん、文章ね、うん、作文する能力ないのに、うん、ね、小説を書けたとか、うん、こういうものと違ってね、うん、仕事というのはね、うん、大半がね体で覚えていくものなの、うんうん、仕事は仕事の大半は体で覚えていくもんだと、うん、はい、体で覚える、うん、才能じゃないと、うんうん、だからもともと才能が最優先するさ、はいはい、絵を描けとかさ、はいはい、え、あの小説を描けたとかっていうのは、うんうんうん、やっぱりその人に備わった才能というものがあるけども、うんうんうん、スポーツだとか、うん、芸事はね、うん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 、でも大半はね、うん、仕事っていうのはね体で仕事を覚えていくもんだ、うん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 、だから体で仕事を覚えていくということは、はい、与えられた仕事をすることによって覚えていくから、うんうんうん、それがその人 の、 あの、うん、転職になるんです、うん、だから若い時は何やっていいかわからんっていうのは当たり前なんだ、うん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 、ただ夢中でやってるうちに、うん、それがその人の転職になる。いやー、これはすごいですよ今日は。そういうもんなんだ、うん、だから、はい、ね、例えば私が上島の社員で、はい、である時、はい、君今日からね、はい、函館の支店長で、はい、だから支店長と言ったって、ね、まだ26や27で、ね、そういう能力が備わってないと、うんうんうん、それとも夢中に前だけ見て動いてると、ね、最初はこんな高い足場を履かされた支店長だったけども自分で歩いているうちにその足場が減ってってそれで普通の下駄になってそれで一人前の支店長になるのさ。普通の下駄になってやっと普通に道を歩けると、うんうん、それがだから最初から一人前の支店長なんかいないんだ、うん、でだから その時に逃げて、うん、俺お客さんとこ行くのおっかないし、うん、ああいう結論出すの嫌だから、うん、誰か代わりに行けたとか、うん、ね、ちょっと支店長体調子悪くて休んでるだとかって逃げて逃げて逃げまくってると、うん、いつまでたってもその下駄が減っていかないんです、うんうん、低くなっていかないと、うん、危なっかしい下駄のまんまだと、うんうんうん、だからそれが人間の成長なのさ。だからどんな仕事にも自分で取り組んだらその仕事に一生懸命やってるうちに知識も豊富になるし仕事がその体に言葉になって教える答えが出てくる。だから仕事の大半は体で覚えるんだよということを言ったらそこな、ね、口上手だって言ったって仕事のことだけは喋れるけどもそれ以外のこと喋れたら喋られないんだから。いやいやいや僕らは
もう仕事からの人生論ですよ、これ。あ、そうなん。はい。だから、ね、こういうのに出ても何しても別にね、何も怖がらないのもできるけども、ね、だから、まあ、こういうこと以外のね、知識っていうのは全く仕事オンリーで仕事だけしかしてないから、他何もわからないから、で、上手に喋られないけども、何も上手に喋ることないんだ、体上にあるものばっば喋ればいい。それが、ね、あの人の言うのはとんでもないことで、なんだか、もう、ちんぷんかんぷんのことばかりで言うというふうに言われるかもしれないし、そうでなく受け止めてくれる場合もあるだろうし、まさしく、とんでもない質問をポッと垂れたときに、ね、やっぱり大きな下駄を剥がされてこうなんだとかさ、ね、あの何が、自分が何をしたらいいんだというのは、今、今年1年ここでやってみて、農業経営とか、ね、作物を植えてこうするというのがこういうものだというので、やっぱりあの1年間経てば、この中には、太陽さんって素晴らしいなと、太陽さんがなって雨ばっかり降ったんでは、もう作物がこうだなとか、やっぱり農業経営だとか作物を作っていくというのは、やっぱりその太陽さんとのね、やっぱり共存共栄でなかったらできないなとか、自然とのね、そういうものを勉強したりさ。けど、人たちはそればかりでないから、ね、やっぱり、まめこさんに入ったんだったら、まめこさんのフランチャイズぐらいを、ね、将来、担うぐらいの。うん、担うぐらいのね。ね、やっぱり、あの、社長だって一年一年、今まだ富士山で言うと登りとかわからんけども、いずれは、あの、下降線になるわけだから、その時に、もう、豆彦としてはそんなに広げないと。だから、自分の出身地どっかわからんけども、自分の出身地に、あの、豆彦のフランチャイズとして、のれんをもらったと。いうようなものを、やっぱり、あの、作っていくぐらい、そのためには何でも吸収していかないと、そういうことだ、そのうちに、あ、俺はやっぱり俺の転職は喫茶店の経営だと、いうふうになるかもしれないしさ、そういうことが必要なんだ。だから最初から答えなんかね、人生に答えなんかないから、最初から答えはないと、答えっていうのは自分で一歩一歩作ってた、それが、あの、後ろ振り返ったらそれが答えなんだ。後ろ振り返ったらそれが答えだと、名言出ましたよ。いや、あの、うちの井川豆彦の井川社長もたびたびこうやってラジオとかいろんなところでね、あの、お話結構されるんですけど、結構そのたんびにいろんな名言は出てくるわけですけど、今日その1年分ぐらいの名言を、このたった1時間足らずで、聞けた満足感というか、やっぱりすごいですね。年の子ですね、これは。仕事が喋ってるだけだから。仕事が喋ってるだけ。仕事が喋ってる。次から次へと名言出てきます。メモしきれないですよ。